セオドア・ハーマン・アルバート・ドライサーは、アメリカ合衆国の作家。インディアナ州テレフォートで、ドイツ系移民の父とチェコ系移民の母との間に、13人兄弟の12番目の子として生まれる。父親の事業が失敗したせいで、一家は貧しかった。14歳年での兄ポール・ドレッサーは19世紀末に、活躍した作曲家、俳優であり、ドライサーは短編集。 12メインの作中で、兄の人生について書いている。16歳で家を飛び出した、ドライサーは、様々な職業を経て、新聞記者となり、セントルイス、ピッツバーグ、ニューヨークなど各地を点々とする一方で、ホーソーン、ポー、バルザック、ハーバート・スペンサー、ジョン・ティンダール、トマス・ハックスリー、フロイトなどの著作を単独する。幅広い社会を経験すると同時に、 現実社会を科学的に把握する方法論を学んだ。1900年、中西部の田舎からシカゴに出てきた貧しい娘がニューヨークで女優として成功するまでを描いたシスターキャリーで作家デビューを果たす。女主人公のアモラルな人物造形が物議を醸し、初版はほとんど売れなかった。1925年、代表作アメリカの悲劇を発表する。 貧しい青年が出世のために恋人を殺害してまで上流階級に登ろうとするが、結局は環境に持て遊ばれて死刑になるまでを描いた。この作品はアメリカ自然主義文学の傑作とされ、1998年にランダムハウスモダンライブラリー編集部が選出した、英語で書かれた20世紀のベスト小説100では16位に選ばれるなど、英米での評価が高い。 また、1931年に、ジョセフ・フォン・スタンバーグ監督により、アメリカの悲劇として映画化され、1951年に、ジョージ・スティーブンス監督により、火の当たる場所として映画化された。怪奇現象研究家のチャールズ・フォートの著作に熱中し、1931年には、フォーティアン協会の創立に参加。長い間、正当な評価を受けることが少なかったが、 生誕100周年を迎えた1970年代以降に再評価が進み、現在ではマークとウェインらと並ぶアメリカ文学の父として不動の地位を築いている。ありがとうございます。